富士沼ダムは日本の福島県須賀川市江花にある江花川の支流、須野湖川に建設されたアースダム形式の灌漑用ダムである。ダム湖の正式名称は富士沼貯水池であるが、湖畔にある自然公園の名称や一部報道では富士沼湖と記される。アースダムで灌漑用ダムとして約837ヘクタールの水田を潤す。福島県が設置し、 地元の土地改良区が管理している。2010年3月11日には、藤沼貯水池の名で農林水産省のため池百選に選定された。ダム湖周辺は自然公園として整備されており、キャンプ場、バーベキュー場などがある。また、過去数回の補修工事が行われていたが、2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震で、 包みが決壊し、流域で被害が発生した。決壊した、富士沼ダム最大の地震動442ガル、かつ50ガル以上の振動が100秒間も継続した、ことで停滞滑りが生じ、北東部にある高さ18メートル、長さ133メートルの包みが決壊した。決壊により、約150万トンの水が流出し、多くの樹木を巻き込んだ、鉄砲水となって下流にある。 居住地域を襲った。下流の長沼地区及び滝地区では、死者7人、行方不明者1人、流出もしくは全壊した、家屋19棟、床上床下,下浸水家屋55棟という被害を出し、田畑の土壌も多くが流出した。東北大学大学院工学研究科の調査チームを率いる風間里氏は、包みの状況や住民の証言に基づき、地震動によって、 包みは一気に崩れたのに違いないという。また、同チームはダムの下流約500メートルに位置する滝地区で高さ2メートルを超える泥水の痕跡を発見しており、水の力そのもの以上に流木による破壊が激しかったと考えられる。なお、決壊直後の濁流を地元住民が携帯電話で動画記録している。農林水産省及び 学術団体などで構成する日本大ダム会議によると地震による貯水池農業用ダムの決壊で死傷者が出たのは1930年以降世界で報告例がなく極めて稀な災害であるという事態を重く見た農林水産省は全国1090カ所の貯水池農業用ダムの被災状況を都道府県を通じて紹介した結果青森県岩手県 宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県の6県で86カ所の貯水池、農業用ダムに被害が出ていたことが判明した。被災後、藤沼ダムには水がほとんど残っていなかった。また、政府の第一次補正予算では、東日本大震災で決壊した貯水池、農業用ダムの補修費用は1億1400万円しか手当てされず、 梅雨の時期を迎えても、富士ダムには、ブルーシートで覆う程度の応急処置しかなされていない。ことから、集中豪雨や台風による増水が、さらなる被害につながるのではないかと危惧された。灌え地域では、水田作りに支障が出ていたが、再建の是非について、地域住民の意見は、多様、複雑であった。農業用水の必要性から、早期の復旧を望む声と、 用水の必要性を認めながらも、同じ場所での補修を危険視する意見、そして、ダム不要論があった。福島県では2012年6月に、学識経験者で構成する、福島県、富士沼ダム復旧委員会を設置し、2017年3月の完成を目指して2013年10月に着工し、2017年4月24日からは7年ぶりに、農業用水供給を再開した。 2013年に周辺住民らが露出した固定を歩いた際に山あじさいの群生を発見。固定で眠っていた株が復活したのかもしれないと考えられたことから奇跡のあじさいと呼ばれるようになった。全国に株分けされているほか、2017年6月25日に藤沼湖自然公園で植樹祭が行われた。ありがとうございます。